その今のその選手たちも修正してもらいたいし、これからの選手にそこの自分の差のところが何でみんな知らない、みんな一生懸命なんだよ。何がどこで差が出るの？あの簡単に言うとですね、うん、じゃあ僕が試合に出てたの、片山さんみたいな方っていないんですよ。例えばですけど、ここの動きがこうで、ここがスムーズにいけるようになるよとか、そういう人はいないんですよ。当たり前ですけど、そうですね。で、まあ当たり前ですけど、江戸時代なんていないわけですよ。でも、みんなそれなりに考えてやるわけじゃないですか。だから僕の場合は、そこは全く、多分、ただこっちはこれ、いたとしても、頼ってないです。なんでかというと、いや、日本代表でしょ。日本代表でやってて、まあ、これちょっと今多分日本代表多分絶対見てあれなんですけど、もう恥ずかしくなっちゃうと思うんですけど、あのなんで日本代表の子なのに、それぐらいのレベルの子なのに、そんなに自分で考える作業をしないで、まあ、ある種見方を変えたら自分で考えて行動してるから来てるっていうのはもちろんあります、もちろんありますけど、僕のただもう一般的に普通にスラッとに見たときに、なんでそれぐらい自分で考えてできないのっていう、結局足し算を自分で考えてできなかったら引き算はできないわけです。引き算も教わりに行かないとできないわけです。それはもう割り算も掛け算も一緒なわけ、分数も全部一緒なわけです。でもそこの段階で一回でも頼ったら、それ絶対もうそこがもうなんていうの、そこがもう基準になっちゃうじゃないですか。あ、分かんないことだったら先生に聞けばいいやっていう考え方になっちゃうんで、だからその考え方は僕はしてなかった分、自分で考える作業がめちゃくちゃ多いし、それが普通だと思ってるんですよ。だから今の話で言うと、なんでその自分で考えてそこまでは持ってこれないのかなっていうところは、日本代表なのにっていうのはありますね、正直、っていうのがあるんで、だからそこの部分をじゃあ分かんないですよ、当たり前ですけど、今の最新の技術っていうのは絶対に僕らが試合してた頃よりも進んでる、例えば僕が試合出れる状況の時に一緒にタッグを組んでやらせてもらったらもっと良くなったかもしれません、でもあの俺は、ま、そうなっちゃう、迷った時に答えが出ないと思うんですよ、僕が迷った時に毎回聞くことになっちゃうと思う。でその関係性できたらそれはいいと思うんですよ。じゃあ例えばですけど、コートに入って1対1でやらないといけないのに、僕なんかシングルスなの、じゃあどうするのかなじゃないですか、だそこの部分がすごく僕の中ではシングルス、なおさらシングルスプレイヤーっていうのは自分で考えてやってほしいなっていうのが僕の中であって、ブレないで、そこの部分がね、ちょっとまあ慣れたとは言わないけど、まあちょっと薄い人もいますよね、その意識がね、っていう風なのは正直思います。その体の、だって今の話でもさ、出せない人が多いって言ったじゃないですか、まあ、それは現実、事実なんですけど、出せない人が多いのは分かるんですけど、そんなに難しい作業ではないじゃないですか。難しい作業ではないんだけど、その作業をするにあたってできないんですけど、どうしたらいいですかじゃないんですよ、僕の中で。できないんだったらできるように、そのできないんですけどどうしたらいいですかって言ったら、例えば1時間でできるようになるわけです、簡単に言うと。ね、でもできないんだけどどうしないといけないんだって自分で考えたら10時間かかるんですよ、そこに10倍の量があると思うんですけど、僕はそれを10倍の量を使ってでも自分で考えることが大事だと思ってタイプだから、いや、それは俺もだから、そこの部分はすごくありますね、だからそこの部分、特に新入スの子なんていうのは、自分で考えてそこぐらいはやってほしいなっていうのがありますよね。今の例えばずっとここが痛いんですよねとか、なんかちょっととか分かるんですか、そういうのだったら俺すごく分かるんですよ、あ、ちょっと見てる、ここの柔軟性がないねとかさ、だからちょっとここをもうちょっとストレッチした方がいいよとか、ここもうちょっとやらなくなると、あのそこの痛みとか減ると思うよとかっていうのは、言ったら僕にバドミントンとまた違うところ、見えないところなんで、そういうのでは OK だと思うんですよ。でも実はバドミントン打ち方とかさ、そういうので日本代表の子が例えば、まあ、来るケースっていうのは、まあ、誰かあれですけど、来たことももちろんあるじゃないですか、で、まあ、当たり前ですけど僕のところに来たこともあるわけですよ、ってなってきた時に心配になりません、心配になりません、お前大丈夫か、俺は心配になるんですよ、
うん、ここがちょっとダメなんですよねって言うんだけど、いや、じゃあそのダメなのは分かるけど、そのダメなことをどうにか自分でしようとしてると思うけど、うん、できないから来られるわけで、来られるわけなんですね、うん、でもそれぐらいはバドミントンのことでずっとやってきてるわけだから、それぐらいは自分でどうにかしてくれよっていうのが本音なわけですよ、はいはい、だからめちゃくちゃ逆に、じゃあ一つ聞いていいですか、はいはい、まあ、継続してる来てる子は以外の話ね、うん、継続してる来てる子の以外の話、うん、めちゃくちゃ調子が良くて、うん、めっちゃ調子が良くて来る子います。まあ、そうかないな。ですよね、俺もないですわかりますか、うん、いやそれだったらなんかもうちょっと上を目指したいんで、なんかもうちょっとこうギアを上げたいからギアの上げ方を教えてくださいとか、もうちょっとこのバリエーションが少ないからプレーのバリエーションを多くしてください、わかるじゃないですか。でも絶対みんな大体ですけど加工気味とかちょっと調子が悪いとかっていう時に来ないです。それも俺違うなと、わかります。だから最近ちょっと男子シングルスとかなかなかこうね結果が出にくくなってるじゃないですか。っていうのも多分当時勝ってたプレーっていうのがあると思うんですよ、はい、みんなそれぞれ勝ったプレーってあると思うんですけど、そのプレーの中で今僕が言った作業を別に僕のところに来るとか片山さんのところに来るとかじゃなくて、その作業をしてないから、それやっぱそのつけ回ってきちゃうんですよ、はい、うん、だってね、みんなそのプレーがトップだった場合、そのプレーにこう標準というかそれが普通になってきて、それをクリア、その壁を越えない限りはその先はないと思うから、みんなそれをに対して研究して、それに対して合わせてくるわけです、うん、ってことはそれを超えられちゃったら相手の方がバリエーションが多いわけですね、うん、はい、うん、分かりますか、はい、だからそこの部分はすごくもったいないなっていうのがありますけど、日本人って比較的いろんなことできるんで、はい、で我慢強いです、はい、でまあ言っても練習サボったりもしないと、はいはい、ね、まあ、今の、ね、日本代表のサボる子は、ね、いないんです、ね、二昔前みたいなさ、なんか午前中帰ってきて、皆さんおはようございますって言った時に、おやすみなさいなんて言っていないじゃないですか、まあ、名前は言わないですけど、でも、そういう方たちが強かったりするわけですよ、一番ね、わかります、朝から真面目にやってる俺らは何なんだみたいな、わかるでしょ、それ、名前は言えないですけど、何回も言うけど、そう、でも、多分そこら辺の方は見てないんで。はい、大丈夫だと思いますけど、はい、いや、こういう感じのチャンネルだ、はい、だから、まあ、今の、まあ、質問、まあ、一つ二つありましたけど、うん、今の質問の流れで言うと大体そういう感じです、はいはい、だから、まあで一つの質問で、こんなに長くなっちゃうんで、だから、4つ5つになっちゃうと、あれなんですよ、もっと結構すごくなっちゃうから、ちょっと来てくれよ。